いけそうだね。よし、へってこう。ヤッフー。楽しいね、マリオ64。マジでね、なんかね、ハマってるかも。マジで面白い。ちょんで火山に入るということだねな。火山の周りに2コインあるけど、あれはもう別にいいよね。3コインか。取っとこう。入ってしまった。もういけるっしょ、これ。そのコインに泣くことになるかもよ。なんでそんな怖いこと言うの？なんで？でもう88だでな。いけるいける。お前さ、逃げた。下でも良かったんか、それ。さっきの3枚。もう、やめてよ。いい、そういうこと言うから悲しくなるんでしょ。そういう現実をね、教えてくるからさね。さっきの3枚取っとけばよかったじゃん、これ。どうしよう。ここ難しいよね。なんかよくパフェに刺さってるじゃん、お菓子がさ、棒みたいなやつ。じゃねっつの。あ、ママミー。
や。あの三枚がクソ。あの三枚取っとけばこんなことにはならなかったのに。あの三枚さえ取っとけば。あ、マリオ、マリオ。そう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 。これって火山入れるんだよね。行け。ね、違うよー。ママミーヤ。いやでもここで決められる気がするわ。なんか一回当たるじゃん、二回当たっとくじゃん、で一回全部しんどくじゃん。ママミーヤ。一回全部しんどい、しんどいた方がちょっと気持ちの切り替えができるかな。よしよし、一回全部当たっておいて、当たってもいいんだよっていう教えね。これが別に当たってもいいんだ、間違いじゃないんだみたいな。沼りすぎて見ていられなかったので、お手本見せてやるよと火山に赴くリスナーエンドでした。コイちゃんさ、はい、ちょっと下手すぎるんじゃない？あー、ごめんなさい、つまんなかった？つまらなくはないけどさ、同じ間違い何回するんだよ。あー、ごめんなさい。僕がお手本見せてあげるから見てな。はい。行くぞ。うん。えっ、なはははは。ほら、こうやってやるんだよ、コーニちゃん。全然参考にならないよ。コーニより下手くそじゃん。もう知らない。あ、知らなくないけど。ちょっとかわいそうだな、今日。Thank you for watching.